さてスペシャルコーナーですが、はい、前回に引き続きマジックのライブの様子をお伝えします。はい、とてもね熱いライブでしたよね。はい、とにかくこのバンドはですね、ウッドベースが絡めなんで、もうすごいいいですね。あのベースの響きが目立っていいですよ。はい、このマジックはですね約1年2ヶ月という長い充電期間を経て再会というアルバムをリリースしたんですが、これはですねマジックの集大成以上の意味を持っているとのことなんです。もう最高、これぞ記念碑マジックの。そうですね、マジックのマジックって言うんですよ。はい、それでは早速ご覧いただきましょう。どうぞ。どうぞ。マジックのボーカルをやってます上澤津隆です。ベースをやってます矢田部典です。ギターの小坂です。バーンバーンバーン。もっとそれ以上前の音楽始めた頃の自分たちとか、ロッカビートっていうのを作ろうって決めた時の自分たち、あとその時から支えてくれたファン、やっぱりこの10年間の間で時にはこうハラハラすることも多かったと思うんですよ。マジックどこいるんだろうとか、
でもそういうことすごい全て大事なことだったし、今そういうことがあったからこういうアルバムが作れたんだって。で今だったら胸を張って、うん、待たせたね、こういうアルバム待ってたんだろうって、こう、うん、胸張って会えるような意味での再会です。でファーストセカンド以降ってきっと多分もっとロバビリを発展させよう発展させようっていうそういう気持ちばっかが言ってたんだけど、やっとそれがもうフラットな気持ちになれるっていうか、でいろんなものをこうプロデューサーなりからも吸収したし、結果的に得たことっていうのはやっぱり自分たちが最初に持ってるスタイルがやっぱり最高の武器なんだなっていうのを回り道でまた確認したような。でただ冒険してる中でこう流れた時間の中で気持ちはファーストみたいなんだけどパワーアップしましたね、単純に、うん、あらゆるもののクオリティが上がったっていう、それがこの10年間のお土産みたいな PR。 喋ってないから喋った方がいいんじゃない PR 伝わるの言ってよいいアルバムやりました今俺たちがやりたいことっていうのが今回一番出てる、詰め込んだっていうのが気持ちだから、まあ、本当にこれはマジックな、まあ、何枚も出てるけどこれがマジック、本当におすすめの1枚ですとりあえずこれ聞いてこれ嫌いだよって言うんだったらもうマジック多分嫌いだと思うしとにかくこれ聞いてみてよっていうアルバムですね、うん、今うちの看板です渋いですね。渋いですね。俺にはないです。いや、ありますよ。バンバンバン。バンバンバン。
誰の真似ですか。渋く生きなきゃダメですね男は。今渋くしてたんですね。本物ですよ、本物で輝きがありますよね。思わずもう再会買わずにはいられない。そうです ね、 ねこれを見たらもうみんなも買おうぜ。よろしく。矢沢永吉さんの真似ですか。あ、なんかよく似てるって言われるんですよね。似てます。本当に言われるんですよ。